サンルーフがついてたりとか、これねガラスルーフになってて、いろんなところをね走りたいよっていう人にはねもう最強の車だと思います。なんだこれ、めちゃくちゃいい音するじゃないですかこれ。車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。今回もアヘッドの在庫車紹介をやらせていただきます。なんと今回の車は三菱デリカでございます。スペースギアですね。懐かしいです。なんか小学生の頃にこう通学路で毎日ね走ってた方がいたのをすごい僕覚えてるんですけど、まあこのねアヘッドモーターサービス結構デリカね力入れてるわけなんですけれども、まさかねスペースギアが入ってくるとは思いませんでした。なんでねこのスペースギアってどんな車なのかっていうのをね一個一個見ていきたいなというふうに思います。ちなみにねこちらのグレードはスーパーエクシードって言って、ガソリンのモデル4速オートマで V6 のエンジンが積んでるモデルになっています。まずはね、まあ、外観から見ていきますと、まあ唯一無二のスタイリングですよね。このちょっとねまるっとしたデザインとこの長い感じのねデザインがね、今のデリカとはまた全然違う外観というか、はい、でまたねちょっとねレアなパーツがついてたんで、もう先につけちゃいました。これ純正でね網戸があったらしくて、純正の網戸がついてました。これすごいですよねこれね、まあ、これで車中泊してもこれで窓閉めたらここ完全に閉まるんで、車中泊もバッチリというような形でオプション品ですよねおそらくこれね、ついてました、はい、であとはねサンルーフがついてたりとか、これねガラスルーフになってて、これもね室内から見るとねなかなかちょっとおしゃれでございましたので、まあ少しずつね見ていきたいと思います。ステップもちゃんと動きます。リアだね、これねやっぱり高いんで、こうあれこう段差があるとね、ステップがあるとだいぶ楽に乗ることができます。そしてねこれ倒してみると、これねすごいんですよ。これこう開くところが4箇所あったりとか、だとこれすごいな、なんかちょっと家っぽいですよね。この蛍光灯というかこのライトの感じとか、このボタンのね触った感じもなんか家のなんか家電を触ってるかのような感じの押し応えで、お家感がすげえ漂ってます。はい、これもね純正のオプションらしいんですけど、すごくないですかこれ。もう完全車中泊仕様にできるということで、これね前のカーテン全部閉め切って横も閉めたら、もうプライベートな空間はね保たれるっていうことで、これはなかなか他の車にも当時あったんですかね。なんか珍しいなっていうふうに思いました。これね3列目もかなり広くて、これね足もね結構ゆったりとした感じで座ることができますね。はい、ちゃんと肘置きも3列目だけどついてます。であとこれ独立してるんですよね全部ね、まあ、あとねこのシートのデザイン、これもなんかちょっと木っぽいっていうか、なんて言うんでしょう、ちょっと木目調な雰囲気がね出てて、なんかこうおしゃれですよね。ただのファブリックじゃなくて少し柄も入っていて、そういったところもなんかいいポイントだなというふうに個人的には思いました。はい、ということでこれね上開けることできるんですよ。ちょっと開けてみたいと思います。オープン。おお、いいですねこれ。めちゃくちゃ開放感ありますよこれ、まあ、こうやってねこうリアのところが、まあ、前後左右で4箇所ね、開けることができるようになっているということで、これを開けることでね、まあ、今日はね日差し強いんで結構暑いんですけど、これね夜ねこう開けて走ってたら星空も綺麗に見えますし、なんか雰囲気がねすごくいいです。はい、トランクも開けてみましょう。まあ、3列目を立てたとしても結構ねまだ荷物を乗せる余裕はありますね。まあ、ものすごく荷物が乗るわけではないと思うんですけれども、まあねそれこそ3列目をこうやってね跳ね上げてしまえばかなり奥行きのあって、まあ、縦もねかなり余裕があるので、いろんな荷物ね入れることができそうです。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。さあというわけで運転席にも座ってみたいと思います。ステアリングもねウッドと革のコンビですかねになってますね。あとこれすごいですね、これコンパスかな、なんかこれもねなんか独特ですよね。なんか今の車じゃ絶対こういうのついてないですよね。サンルーフがこのね運転席が前の方にもついてます。動作もバッチリですね、ちゃんと開きますから。
バッチリです。まあ、あとはあの、ね、先ほど少し、ね、いじったリアのサンシェードもこっちから全部コントロールすることができるようになってます。あとはね、座ってみるとやっぱりかなり着座位置が高いのでめちゃくちゃ見やすいです。であとね、メーターもね、これあの四駆のシステムがね、あの入ってるわけですけれども、ここもね、今どういう状態で車が駆動しているかっていうのも分かるようになってるので、まあ、これもね、かなりいろんなところをね走りたいよっていう人にはね、もう最強の車だと思います。まあ、その証拠にね、ここに、まあ、四駆のねコントロールがついてますね。2駆で走るか4駆で走るか、まあ、あとはローレンジがついてるっていうところで、まあ、本当にね、なんて言うんでしょう、大きくしたジムニーみたいな感じなんですかね、イメージ的にはね、はい。まあ、パジェロか、三菱で言うとね。はい、じゃあエンジンもかけてみたいと思います。おーですね、なんかこう V6 らしい重厚感のある音がしますね。ちょっと吹かしてみたいと思います。なんだこれ、めちゃくちゃいい音するじゃないですか。これこんないい音するんですか。これデリカですよね、スポーツカーみたい。なんかめちゃくちゃ吹け上がりもいいですね。これちょっと試乗ね、今日この車できるんですけど、楽しみですね、この V6 のフィーリング。はい、待ちきれなくなったので行っていいですか。試乗に行きたいと思います。本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。はい、ということで、それではデリカスペースギア試乗に行きたいと思います。この車ね、180馬力もあるらしくて、まあこれ車重がね2トンちょっとあるんですよ。2060キロかな。まあ、なんで180馬力だと、まあ必要最低限というか、それぐらいのねパワー感かなと思いますけれども、いいですね。排気量がやっぱり大きいんでね、ちょっとした加速もちょっとしたあのスロットルね入れるだけで加速してくれますし、あとまあかなりね年式的には古かったんで、あのいろんなね結構足のね音とか変速のショックの大きさとかあるかなと思ったんですけど、全然そういうの感じないですね。やっぱ今の車ってまあね、先ほども内装とか見ましたけど、カーテンとかそれこそ網戸なんてね、純正オプションでなかなかないと思うんですよね。なんかこれがね純正であったっていうのがすごくこう時代を感じるというか、なんと言いますか、なんか唯一無二のねスタイリングもあって存在感ですよね。あと結構ねこのサイドミラー、あのドアミラーがかなりね大きいんですよ。あとね縦長というか、まあ長方形なんですよね、縦長の。なのでかなりねあの見やすいです。あの幅もそうですし、縦も長いので、やっぱりねあの上から下までね見えた方が後方のね視界を確認するのにはすごく役立つので、そういったのもねすごくいいです。あとねこの車後からあのナビが付けられているので、まあ、地図もね新しいですし、 Bluetooth も使えるので、まあ、そのあたりでもねあの安心して乗っていただける1台っていう感じがしますね。これね運転するのもいいんですけど、なんかこう後部座席でねこうゆったりしながら喋りながらこうみんなでこう旅行に行くとかね、そういったのにはね最適ですよね。はい、ということで試乗に行ってきました。いや、なんて言うんでしょうね、あの感覚的には船に乗ってるみたいな、なんかそういう感じでしたね。なんかこうね優雅に乗れる車だなって思いました。正直運転するっていうよりもこう後部座席に座ってたいなっていうような車の印象を受けました。まあ、ただ実際運転してみると、まあ、排気量もね大きくて下からトルクもありますし、2トンぐらいね車重あるんですけど、それをね感じさせないぐらいこう軽快に走ってくれるのと、あとね意外とねこうブレーキのフィーリングが良くて、こう重い車体なんですけど非常にコントロール性も良くて、こう安全にしっかり走れるなっていうところがあったので、あの非常に個人的にはあの高評価でした。こちらのねそんなデリカスペースギア、こちらねスーパーエクシード平成16年式の 7.4 万キロ、もちろん修復歴はありません。こちらですね、総額でですね140万円でご案内をさせていただこうと思います。まあね、非常に綺麗なお車ですし、純正オプションもね、多数ついているお車なので、ぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。アヘッドモーターサービスへのお問い合わせお待ちしてます。お知らせがあります。
この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。